マラワン州はフィリピン最西端の州である。州とはプエルトプリンセサで州内唯一の都市である。面積は14,896.3平方キロメートルで国内最大の州である。人口は849,469人。ミマロパ地方に属していたが2005年に西ビサヤ地方に移管される旨の大統領令が出された。住民の多くが 事前の協議を解体管理不賛成と言われ、この大統領令は未だ実行に移されておらず、パラワン州はミマロパ地方に留まっている。2019年4月5日、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領は、パラワン州をパラアンデル・ノルテ州、パラワン・オリエンタル州、パラワンデルスル州に3分割する、共和国法律1 1259号に署名した。 2020年5月のパラワン州での住民投票で、この法律を承認するか却下するかが決まることになっている。州の大半を南北に長いパラワン島が占め、北東にミンドロ島のオクシデンタルミンドロ州、南西にカリマン担当のマレーシア領サバ州とを連絡している。北は南シナ海、南はスール海が広がっている。なお、パラワン州は、 スールー海の空洋諸島やカガヤン諸島も含んでいる。また国際的な係争地となっているスプラトリー諸島はパラアン島から数百キロメートル西の南シナ海海上に点在しているが、ここもパラワン州に属していることになっている。フィリピンではこれらの島々をカラヤン諸島と呼んでいる。海域では熱帯産の2枚以外の大半の種が見出せるほど海洋資源が豊富である。 2021年には、ジョンソン島で、王者子外の大規模な密漁が摘発されたことがある。州内には、トゥバタハ岩礁海中公園やプエルトプリンセサ、指定化線国立公園があり、美しい海と熱帯魚を誇る観光地である。パラワン州は、タビタビ州やスールー州などとともに、熱帯性マラリアの発生地域でもあり、感染に悩んでいる。EN、アタピープル、 ネグリド e.n., ボトックピープル e.n., パロントライブ e.n., タグバンウィピープル。ありがとうございます。